こんばんは、シュガーバターです。本日はパンダホールさんからご提供いただいたハンドメイド資材を使って制作動画を撮っていきます。今回含め、動画3本立てでお送りしていきます。今回特別にパンダホール様より、全品 10% オフクーポンをシュガーバターハンドメイドクラブ限定で発行していただきました。ぜひパンダホールさんでお得にお買い物してみてください。今回紹介する商品はこちら、モールドと、ピンセットとかシリンジとか、ホログラム、シリコンモールドなどなどがついてる、セットですね。はい、まあ一部この中でもね、持ってるモールドもあるんですけれども、ちょっと気の中には気になるモールドもあったので、今回これを選ばさせていただきました。なんかちょっと危険な匂いがプンプンしますが、これね、これなんでしょうね、これフラスコとかグラスとかのモールドなんですけれども、こっちは砂時計みたいな感じですね。はい、あ、そういったモールドなのかなと最初思ったんですけれども、この気になるところがこの蓋もレジンで作れるってことなのかな。それがね、こう上に貼り付ける感じなんですけれども、正直作り方が書いているわけではないので予測で作っていくんですけれども、蓋をレジンで作るってでやったことないんですよね。一つのモールドに流し入れるのはしたことありますけど、別で作って上に貼り付けるってうまくいくんでしょうか。まあでも実際やってみないとわからないですもんね。じゃあ早速やっていきましょう。はい、今回はこの3つの種類のモールドを選んで作っていきます。なんかね、この端っこがね、ちょっとどういうことなのかよくわかんないんですけれども、多分この間からオイルとか入れるのかな、で後からひっつけるっていう感じなんですかね。でこっちが蓋で、ちゃんとこれがぴったり合うのか、蓋も反っちゃうと合わないし、どうなるのかちょっとわかんないんですけど、まあ、まずはレジンを流し入れていきたいと思います。はい、はい、今回はモールドが薄いのでできるだけ反らないために2液性レジンで枠を作っていきたいと思います。このシリコンカップも付属品で使い回せるのがいいですね。ちょっとね、細かい気泡ができたのでエンボスヒーターかけます。はい、ではこの3つ蓋側から、レジンを流していきたいと思います。これ入れすぎたらちょっと良くないので、ちょっと量をねしっかり見極めながら入れていきたいと思います。できるのかな、本当にちゃんと、これ不安。ちょっとね、モールドがね斜めっちゃうだけでもそれ合わないんじゃないって思うんですけど、果たしてうまくいくのでしょうか。これでも絶対入れすぎちゃダメなやつな気がする。でもね、どうなんでしょうか。はい、でこれをケースに入れてね、保管しておきますよ一旦。今度はね、こっちに分けて着々していきます。まずは赤、青、紫で着色していきます。
はい、いつも使ってる、セリアのパールカラー、あとラメも入れちゃいます。着色したレジンを枠の周りにだけ流していきます。中はねシェーカーキーホルダーにしたいので、クリアカラーで見えるように真ん中の部分は透明のレジンを流します。この周りが細いのですごい入れるの難しいですね。ちょっと溢れちゃった部分は、シリコンペンで、覗いていきますね。綺麗にしていきます。はい、枠の部分が固まったので今度は透明なレジンを流していくんですけれども、少しラメも入れちゃいましょう。少しどころかめっちゃ大量に入れてますが、ね、できればキラキラたくさんさせたいのでいっぱい入れます。はい、ではこれぐらいでしっかり混ざりましたね。入れていきます。はい、24時間硬化して透明な部分もしっかり硬化できました。では早速外していきましょうか。こちらからすごくつるっと外れますね。外れやすいモールドです。はい、綺麗にできました。こちらが謎のパーツ、ぴったり合うんでしょうか。なんとか合うようですが、ちょっとレジンに気泡が入っちゃったので接続部分に少し隙間ができてしまいました。はい、こちら蓋の部分ですね。すごいつるっと剥がれて気持ちいい。綺麗に反らずにまっすぐ硬化できてます。よかった。合うのかな。これひっつけるときにずらさないように気をつけないといけないですね。そしてこれをつなぐという感じで、これ絶対隙間できるからしっかりレジンで埋めないと、中にお湯入れると漏れてきますね。ちょっとレジンが漏れてパーツまでつながってしまったので、はい、ちょっとペンチで切っていきます。こうなるとちょっとややこしいですね。なのでね、入れるのはすごい量を注意しないといけませんね。はい、こちらもパンダホールさんご提供の資材で、シェーカーモールドの中に
入れようかなと思ってます。それぞれカラーを合わせて入れていきます。さて、では蓋を合わせていきましょう。ぴったり合うようにのせていきます。ちょっとこれ全然合わないんだけど、難しい、これ合わない、すごい難しいです。皆さん、これ全然歪んでるわけじゃないんですけど、なかなか合わないし、ピタッとくっつけることが難しい。とりあえず硬化してしまえ。はい、とりあえずくっつきましたが、これはね結構綺麗にできているのですが、あ、やっぱり隙間ありますね。隙間があるので、これはちょっとしっかりとオイルを入れる前にここら辺埋めていきたいと思います。これね、今気づいたんですけれども、めちゃくちゃ側面塗装が苦手な私にこの工程がしっかりあるっていうのがかなり難易度高めですよね。側面塗装得意な方いらっしゃいますか？しかもめっちゃしっかり埋めないといけないので、これをきれいにできるっていうのはかなりレジン作家として、レベルが高いんじゃないかなと思います。できるだけ頑張ります。これは割ときれいにひっついているんじゃないでしょうか。まあ、でもやっぱりわずかに隙間はあるので、しっかり側面塗装していきます。はい、3つとも側面塗装終わりました。しっかりね、側面塗装したつもりなんですが、どうでしょうか、できていると思うんですが、ちょっと怪しいところもあるかなと思いながらも、ガタガタになった部分とかもねかなりあるんですけれども、はい、では中身入れていきましょう。なんかシュワシュワと泡が出るみたいな感じで、丸いねキラキラした、資材を、選んでみました。アンコールが暴れております、暴れております。
はい、では大変な部分を乗り越えてやっと可愛いパーツを貼り付けていきます。水滴のようなパーツを表面にペタペタと貼り付けていきます。こっちはね、ちょっと可愛らしくハートのチャームをつけていきます。はい、なんとかできました。この砂時計タイプのやつがね、一番綺麗にできましたね。ちょっと側面塗装が下手くそすぎてボコボコなところもあるんですが、なんとかできました。よかった。ちょっと最初はどうなることやと思いましたが、オイルの中をこうふわふわとスパンコールが泳ぐのを見ると癒されますね。こちらも可愛い感じ。これめっちゃ漏れてオイルがほぼなくなってしまったんですが、ちょっと動いてますね。ほぼほぼ漏れ出たオイル、裏はガタガタですが、なんだかんだでとにかく形にはなりました。このモールドめっちゃむずいですが、我こそはという方ぜひ挑戦してみてください。パンダホールさんでね、 10% オフクーポンありますのでお得に購入できます。ここまでご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではまたねー。